本当に絨毯のようです、はい、さあ左に地元東ドイツチーム、そして右アウェーです、ソビエト。まずナショナルゲーム、国際試合でありますので両チームの国歌が演奏されております。まずソビエト、ソビエトは過去3勝3引き分け、この両チームが実は今年4月26日キエフですから、はい、ソビエトのホームグラウンドで戦って、はい、その時には3対0でソビエト圧勝しています、はいはい、そうですね、3対0で勝ってるっていうことは、まあ、比較的やりやすい相手じゃないですかね。なるほど、はい、まあ、ソビエトといいますとあのオリンピックでソウルで、そうですね、勝ちましたし、それからまた去年のねヨーロッパ選手権で準優勝ですからね、はい、まあ、オランダに敗れはしましたがね、はい。